はい、皆さんこんにちは。ヒロ君登山のヒロでございます。今日またご視聴いただいて誠にありがとうございます。今回はですね、1年新たにこう買い足したものなんかを、10点ほど、ご紹介したいなと思っております。商品説明というか、そういうのはちょっと苦手なので、使ってみて自分なりの、思ったことを、お話しさせてもらおうかなと思っております。よろしくお願いします。今日は、我が家の玄関から、お送りします。もうすでにね、お正月の、ちょっと、素材みたいな、してくれてありますけどね。まずはブリングさんの、T シャツ、これがね4730円ですね。これは、ネットで買ったので送料が1000円ぐらいかかってしまうので、実際には5000円は超えるんですけども、T シャツにしては僕的には高いかなって思ってます。で、高いなりにやっぱりすごく使ってみて、これは鳳凰山で着て使ってみたんですが、すごい速乾が良くて、すぐ乾いちゃうね。であと着心地がすごい良かったなと、肌触りがすごくいいんで、普通の T シャツよりはかなりものがいいっていうのは、着たら分かりますね。でこのブリングさんはあんまり知らなかったんですけども、インスタでちょっと気になって、見てみたら、ちょっと良さそうだったんで、三角スタンドの秋の感謝祭でも、ヤギちゃんがここにプリントして、胸のところに、実際売ってたので、割とこう、メジャーだったのかなって、気づきましたけど、僕はあまり勉強不足で知らなかったので、お客さんからいらなくなった衣類を回収して、それを再生して、また商品にするっていう、そういうプロジェクトをしてる会社のようですね。次、アークテリクスの、カルバスキャップっていう、これめちゃくちゃ軽いの、50グラムぐらいしかないんですけども、めちゃくちゃ軽いです。後日三層さんで4950円、帽子としてはの値段だと思うんですけども、これ実際かぶってみると、つばが長いので、日差しはすごいいいんですよね。でそれとフィット感と、汗抜けに関してはもう抜群です。で風がね稜線出た時に結構強いと思うんですが、こうつばをこう煽られても全然こう飛んでいかない、抜けていかないって、フィットしてる割にはこう締め付けてる感じが全然ないので、長時間かぶっててもすごいストレスない帽子だと思ってます。ただそのつばが長いことによって視界がちょっと遮られるので、ちょっとこう下目にこう歩いてると、ゴツンってこう木の枝なんかにね当たってしまう、そんなんがちょっと欠点だったりしますけども、でも私みたいなハゲにはね、これはもう抜群の帽子だと思います。はい、ノースフェイスのフリーランストリームジャケットっていうやつなんですけど、トレランザックの上からでもパッと羽織れるぐらいの結構ガバッとしたレインウェアなんですけど、これがね名古屋の森山にあるワイルドワンさんで半額で買えたので1万ちょっとぐらいで買いましたね。かなりコンパクトになる、重量が 180g かな。基本日帰り登山にはこれは重宝してますね。いいと思います。で運動のところもちょっとだけこう張り紙みたいな感じで、それと特徴としては後ろにこう、薬気のようなものね、この穴が開いてるんで、汗抜け
けども、まあ、実際これざっくしょってるのでそんなに意味はないんですけども、まあ、全体的にこう薄いシェルなのでやっぱりコンパクトになってザックの中にかさばらないっていうのはすごいいいなと思ってます、はい、アクティリクスのガンマクイックドライショーツパンツ、14,300円、名古屋の当日産総さんで買った気がしますね。これがね 220g しかないですね。これもやっぱ軽いですね。であとすごく速乾性があるのでこれも普段夏のショートパンツで普段でも履いてますし、あの色もすごく気に入ってますんですごく重宝してました。今年は良かったですね。今年の夏はほとんどこれ履いてましたね。で、あの前側にちょっとチャックがありまして、これぐらい入るのでまあまあ手袋を仮に入れたり携帯をパッと仮に入れたり仮にちょっと入れたりするんですけど、前のポケットはすごい実用性があるなと思います。それとあの個人的にこのベルトじゃなくてこのフックでこう留めれる、これでウエストが決まるのでここにストレスがなくてこう挟まってるとやっぱりウエストベルトがあったりするとちょっとねベルトがやっぱりあのお腹が痛くなっちゃうのでこれはすごく気に入ってます。次がパタゴニアの R1 エアのジップネックってやつね。これがね 15,400円、まあ、これが丸首のもので、こっちがチャックがこの辺までついてる。結構このぐらいまで下がる。このぐらいまでビューって構造品としては抜群の機能性はあると思いますね。あの暖かいし、汗をかいてもすぐに乾くし、涼しいしということでね、あのかなり守備範囲が広いものだと思ってます。で、あの普段使いも全然できる、もうしょっちゅう冬場はもうしょっちゅうこれ着てますね。フーディニのねアクティビストタートルネック、これ、ベースレイヤーになる商品ですけども、これがね今年のね元旦正月に天城さんに行った時に三角スタンドによって買ったのがこれでした。もじゃくんがその時着てて、でサイズもね彼とそんなに体格も変わらなかったので、であの参考にさせてもらって、であの買いましたね。サイズは確か S でもね割にムカッとしてたかなと思います。で、60% の、メリノが入ってるので非常にあの抗菌とか、防臭効果あるので、結構長いこと着続けててもあの臭くならないっていうのがありますね。それとまあ 40% の、 あの再生繊維とか汗抜けも良かったりするので結構機能性がいいネイロールのベースレイヤー、まあったかいは涼しいわで割に重宝してる。でこれも普段あの全然着てるものなので、あこれねこれ値段がね 14,300円、グラムが、242g、はい、っていう商品です。まあまあいい値段します。なので普段でも着るようにしてます。で次が、パタゴニアのナノパフフーディ、これはもう言わずと知れた名品ですけども、河川のやつを持ってなくて、やっぱりあの実際山に行くと湿気が多かったり、あの突然の小雨が降ったりとかで、あの多少はあの防水効果もあるし、帰ってきてすぐ洗濯もできるっていうね、そういう気軽さは気に入ってます。多少涼しい効果もあって、こうやって火にかざしたりすると四角いグリッドのこの四隅にちょっと穴が見える、ちっちゃい穴が開いてるのがよくわかるんですけど、この分、まあ、
そんなにブレないっていう商品ですね。それと、この最大の特徴がこのポケタブル。ポケタブルね、実際ね、参考中にね、これやるかっていうとね、めんどくさくてやらないですよね、結局は。実際着てしまっていざ脱いだ時はもうピシャピシャッとしてもうサッと入れちゃいますけどね。これがあるかないかはね、ザックの中もスッキリするので、ポケットボールは非常にいいかなと。こんな感じですね。こんな感じになります。これね、それこそ山小屋で泊まった時にこれにタオル巻いて、で枕にねしたりもできますし、はい、ねこれはねモデラートさんで、これもね廃盤なので安売りしてて、確か2万8000円ぐらいで買いました。実際はもう確か4万近くします。はい、このねアークのねコーマックフーディ、これですね。これがね1万1000円ぐらいの商品ですね。夏場、ほぼほぼ夏場これ着てますね。意外と T シャツよりも涼しかったりするの で、あと腕に日焼け止めを塗るんですけども、やっぱりこう汗をかいてくるともう全然取れちゃって効かないので、やっぱりこういう涼しい長袖があると結構使い勝手良かったなと思ってます。あとこれちょっとねサブホールもついてるので、手もね結構日焼けするんですよね。で夏場手袋ってなかなかね暑くてねできないんですけども、これちょっとしとくだけで、ここの日焼けがねこれちょっと大事ですね。あるかないかだいぶ大きいと思います。でフードがついてるので、首の後ろも日焼けから守られるし、ちょっとした寒いのもフードかぶってることによってあったかいので、あとこれフードでかいので、帽子の上からかぶるっていうのがもうおすすめですね。ということで次が、フーディーのパワフルですね。これがね3万ちょっとしました。ちょっと自分としては思い切った買い物をしたかなと思ってます。でもねやっぱねそれぐらいねのもの、フーディーにはね全体的に高いんですけども、納得の商品、はい、フーディーパワーフードです。これがね一番の特徴がストレッチですねっていうのと、この中のフリースの部分がめちゃくちゃ気持ちがいい、めちゃくちゃ気持ちがいいで、あったかいし、汗すぎがすごくよくって、で外にも保湿するっていう、行動着にも、全然、冬のね行動着にこれ持ってこいですね。で今年は拳ヶ岳とか水垣さんとか結構使いましたね。雪山は割とこれ使ってました。あと車中泊するときに寒いので、これ着て寝るとか、山小屋でこれ着て寝るとか、パジャマ代わりもありますし、パジャマ代わりにした方が逆にいいぐらいの商品ですね。行動中ね暑いときにダブルジップなので、下をこうパパッとこう上げてパパッとやれるっていう、これがすごくいいですね。もうすでにねもう結構ボロボロにではきてるんですけども、なんか愛着も湧くしね、全然気になりません。こいつはねずっとそれこそ破れる期待商品かなと思ってます。一番高価な、今年買って一番高価なものこれですね。私はメッシュのタイプの方を選びましたね。カスタマイズ的には背面をウレタンから
そうですね。これに変えるとちょっと涼しくなるので、なんか背中このザップはペタッと背中にフィットしているので、背中はどうしても熱くなるっていうのが、まあ、ちょっとこれに変えると多少ですけど、多少軽減されている。まあ他のザップと比べてすごくフィット感があるザップなので、感覚的にはものすごく軽く感じますね。で実際これはね、確か650gぐらいしかないので、普通のザップよりは割と軽いですね。この大きさにしては軽いと思います。で私はここにコヘリなんかをこうつけてますね。ここはね、ベルンクはここで、これもずっと前から使ってたマムートのやつですね。からこれは最近つけたんですね。これハードワークスのものなんですけど、まあ結構皆さんよく見かける商品だと思いますけども、これの一番いいところは前側のこのゴムの部分が割とでかいので、携帯も難なくスッと入っているのと、こっちにも充電器とか入れて、まあコードとかでこう繋げられるっていう利点もあったり、まあ中がこう黄色かったりするので、中が見やすいです。それとこんなもついてますんで、この大事なね車の鍵とかね、そういうのもつけとける。そういう中にもね、ちっちゃいポケットがついてたりして。GoPro のバッテリーとかもね、ここちょっと入れとくといいかもしれないですね。で、ウエストベルトのところに、このサコッシュをね、これも大和道のサコッシュを、これベルトにね、ちゃんとつくようになってまして、これをつけてます。このザックが今年一番買ったランプ一番高い、34,100円です。いろいろ買うとき悩むんですけども、それなりにやっぱり高いんで、普段使いできるのかとか、まあ、どれぐらい守備範囲が広いのかとか、まあ、それを買ったことによって、次行く山がこう、なんですかね、想像できるというか、じゃあもうちょっと距離を伸ばそうかとか、小屋泊してみようかとか、で、まあ、この行動着を着ることによって、ちょっとレイヤリングのね回数が減るので、まあ、その分時間短縮にもつながって、まあ、それが結局は安全にもつながるっていう、まあ、時間に余裕が持てるっていうのが一番の利点だと思ってるので、やはりちょっと UL に今年は振って参考を楽しめたかなって思ってます。奥さんの実家が畑をねしてくれて、白菜とか大根とかをよくいただいております。で、12月に入ったらもう鍋ばっかです。いいのか悪いのかね、まあ鍋もねいろいろあるんでね、トマト鍋とかね、豆乳鍋とかね、皆さんはどんな鍋がお好きですか？私はね、昨日カレー鍋を作りまして、まあ、食べたんですけども、カレーの汁がベストに、モンチュラのベストについてしまって、ちょっと落ち込みましたけどね。まあ、キャンプなんかもね、ちょっと今年一回して、ちょっと良かったんで、ちょっと増やしたいなと思ってます。はい。ということで、また来年、よろしくお願いします。これやっぱいいよね。はい、皆さんぜひ鈴鹿のテイさんのところへ行ってみてはいかがでしょうか。かわいいね。めっちゃいいよ、ね、めちゃめちゃエモい。今日は車の中だから100均のライトが
こに入れてあるけどね。あ、そうなの。普通はもうろうそくだね。なんかいい感じにチカチカ。ろうそくするといい匂いがね出るの。まあこれはこういうタイプで、はい。シャチアグ。じゃあ今日はシャチアグで。これさ通ってもいいやつ。通っても大丈夫。いや編集するでいいよ。そうやな。